青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、中四国勢6番車の田上が前から、そして中段4番の山口がいたんですが、後方を嫌って5番の水谷が早めに車を上げてまいりました。得点上位人気の中心は5番車の水谷です。さあ水谷がここで前を抑えました。残りは2周、6番車の田上がゆっくり車を下げて、代わって4番の山口が現在は3番手、6番車の田上が5番手まで車を下げています。前を抑えた5番の水谷が前で待つような展開なんですが、6番の田上がどこから行きますか。金が入って3コーナーから4コーナー、ここで仕掛けていって6番車の田上光也、中四国勢が前を叩いていって、5番の水谷が3番手ですが、後ろから4番の山口が追い上げてまいります。残りは1周回、ブロックを見せて5番の水谷なんですけれども、さあ中段が並走、ここを臨機を集めた水谷がさばけるか。その水谷が1車打ちに行きまして、1番黒田の内を救うような感じになりました。逃げる6番の田上、そして2番手から5番の水谷がまくっていくか。ただ前では6番の田上もこらえていて、さあ中を割っては3番の引田で4コーナーを回ってくる、伸びてきた3番の引田先頭で五輪。南関東勢が前を選択して、短期の3選手が後ろからなんですが、まずは高谷が一度動いてまいりまして、どうでしょう、ここに奈良原あたりは乗ってくるんでしょうか。いや、一人でここは動いて3番の高谷です。高谷が一人で動いてまいりまして、残り800を切りました。1番の榊田が軽く前で突っ張っていく、高谷もそこまでは無理をしません。2番の榊原がここで3番の高谷を4番手に迎え入れました。高谷が4番手に迎え入れられて、もう一度自力発動となってくるんでしょうか。金が入って3コーナー、緩やかな流れ、最後方は変わらず5番車の奈良原です。さあゆっくりと上昇、1番車の榊田が徐々にペースを上げてまいりました。追っていくのが4番の荒木、今のところは無風、3番手は植木、南関東勢が主導権を握っています。そして後ろから5番車の奈良原がここで一発狙って縦に踏んでまいりました。ただここは4番手、2番手は車間を切っているか、4番車の荒木です。4番手にここで5番車の奈良原が収まりました。さあ最終バックを通過していく、逃げる1番車の榊田、2番手には4番の荒木真也、そして6番の植木がついていって4コーナーを回ってきました。先頭は榊田、番手から荒木並んだか、内は1番の榊田祐介。後方になった2番の松本、6番の阿部龍文が動いていくか、西日本勢が後ろからです。3番の猪狩が前受け、中段後ろ振り返って原田、動いたのが松本がゆっくりと上昇、残り2周回で松本前を抑えました。今度は4番車の原田翔馬が上がっていって、近畿勢が前を抑える、西日本勢を叩いていく。そして今度は3番の猪狩はどうするか、猪狩は5番手どっしり構えていますか。金が入って3コーナーです。近畿勢4番車の原田が主導権取り、さあ3番の猪狩が早めに巻き返してまいりました。3番手まで上がっていって、3番の猪狩勇気、7番車の三角は連携が切れています。原田を叩いていって、3番の猪狩が先頭に変わる、叩かれて4番車の原田が現在は3番手、2番の松本拓也は5番手、縦長の展開。最終の2コーナーからバックストレッチ、逃げる3番の猪狩、追走が5番の阿部達也、3番手差を詰めていけるか、4番の原田翔馬に1番の肥後直樹、非常に縦長の展開。さあ最終の4コーナーから直線コースに帰ってきました。先頭は3番の猪狩先頭、猪狩先頭、最後阿部達也が内が3番の猪狩勇気。青番周回の2センターから4コーナー、このレースはスタート合戦となったんですが、1番の竹澤が前を主張しきりました。したがって中部近畿は前から、その竹澤が何度も後ろを振り返っています。
その中で3番の蛭田が勢いよく上がってまいりました。一気に上がって3番の蛭田、これを見て4番の宇佐美が切り替えます。宇佐美は今日は短期戦、これで竹澤が5番手まで車を下げました。前後布陣が入れ替わっています。さあ昨日同様ジャン先行となりましたが、3番の蛭田、一方昨日はかまして押し切っている1番車の竹澤は5番手です。さあ3番の蛭田が徐々にペースアップ、少し縦長な展開、逃げる3番の蛭田、追走が近藤、3番手がスト、4番手には4番の宇佐美がいて、1番車の竹澤このレースはまくりに構えています。最終の2コーナーからバックストレッチ、逃げていく3番の蛭田、さあ1番の竹澤が間に合うかどうか。最終バック一本棒で通過いたしました。ぐん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 飛ばしていく3番の蛭田、さあ蛭田もここはかかっている。4コーナーは回ってきた、3番の蛭田が先頭、蛭田先頭で押し切ったか。青番周回3コーナーから4コーナーに向かいます。真由紀1番車の中山が誘導員と車間を空けました。そんな中後ろから抑えるか、2番車の尾形の上昇に前で1番の中山がどうでしょう、突っ張ってまいりますでしょうか。連日逃げて押し切って1番車の中山です。残りは2周回前で突っ張りました1番車の中山、6番車の伊藤がどうでしょう、内を狙っておりますか。伊藤春樹が3番渡辺康平の内あたりなんですけども、ちょっとこのあたりペースが緩んでいます。結局伊藤車を下げました。2番の尾形もここでは行きません。さあ1番車の中山が後ろ振り返りつつ、このあたりは少し流すような感じになっています。人気を集めた2番車の尾形は現在は5番手、尾形ここはまくりに構えましたでしょうか。残りは1周回です。さあ縦長な展開、1番車の中山が風を切っています。そして5番手、最終の2コーナーからここで尾形がまくっていく、4番の橋本は口が開いている。さあ1人でまくって2番車の尾形のスピードがいいぞ。ここで中山を捉えていって2番の尾形が先頭に変わりました。あとは後ろから懸命に追い上げて7番車の徳丸で4コーナーを回ってくる。まくり切った2番の尾形先頭で5輪、2着は3番の渡辺康平でしょうか。前を選択したのは短期1番の小川が前から、そして2、3番手南関東勢、5番の伊藤、2番の山本、中部近畿が人気を集めて、後ろから動いたのが中四国連携です。奥村ゆっくりと上昇開始、残りは2周回です。さあ7番車の奥村がまずは肩通り前を抑えるか、いやちょっとこの辺り車を外に持ち出して小川までは叩きませんでした奥村。そして5番の伊藤が上がってまいりまして、今度は伊藤が出ていきますでしょうか。6番車の柏木がスーッと車を4番手まで上げて、7番車の奥村は6番手に車を下げています。短期1番車の小川健人がこれで注文通り3番手を確保いたしましたでしょうか。さあ後ろからの仕掛けがありませんが、5番の伊藤勇樹が徐々にペースを上げて残りは400です。5番の伊藤先頭、2番手が2番の山本、3番手には1番の小川、縦長な展開。さあ最終の2コーナーからバックストレッチ、3番手差を詰めながら1番車の小川がまくってくる。小川のまくり止めに行って2番の山本が2番手で1番の小川を止めました。あとはコースを見つけるか、3番の飯田で4コーナー回ってくる。逃げる5番の伊藤先頭、最後山本並んだか。6番車の福本が前と車間を空け始めました。昨日同様後ろから5番の原田が動いてまいります。さあ6番車の福本が前から突っ張ってくるのかどうか。後ろから抑えにかかって5番の原田健太郎、残りは2周回前で6番車の福本が突っ張っていって原田健太郎を出させません。2番手には3番の原田隆、そして短期の2人は吉田と須藤です。5番の原田健太郎が5番手元の位置に車を下げています。さあ原田健太郎は現在5番手、金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、どのあたりから原田健太郎が巻き返してまいりますでしょうか。
この辺りは落ち着いて6番の福本が踏んでいるんですが、さあここでやってまいりました5番の原田健太郎。気づいた福本も縦に踏んでくるんですが、ここは5番原田健太郎のスピードがいい。さああっさりと5番の原田健太郎が先頭に変わる。追走が1番の連物、3番手には7番の友澤、あとは後ろから自力でまくってきた4番の吉田のまくり、3番手2番手付近まで上がってまいりました。逃げていく5番の原田健太郎、番手先行が1番の連物、3番手には7番の友澤勇気で4コーナーを回ってくる。先頭は原田健太郎、原田健太郎先頭で五輪2着、7番の友坂が突っ込んでいるか。青番周回、3コーナーから4コーナーカーブ、この辺りで後ろから1番の近藤が動いてまいります。前で待つのが3番の阿部、西日本勢が前受け、そして東の遠征ライン。さあただ前では3番の阿部が突っ張っていくか。残り2周、1番の近藤も3番手付近までは上がったんですけども、そこまで無理はしません。前で突っ張ったのが3番の阿部です。そして差を詰める勢い、ジャンマイ、ここで縦に踏んでまいりました1番の近藤隆二。さあ東日本勢が仕掛けていくんですが、前はペースアップ、阿部が突っ張っていく。1番の近藤は叩けません。前から3番の阿部正弘が3日目風を切っています。逃げるのが3番の阿部、追走が7番車の山口、3番手には4番の黒田、そして海作が現在は4番手、近藤隆二は依然として5番手。最終の2コーナーからバック飛ばす阿部、追走が山口、もう一度まくっていって近藤隆二のまくり、3番手付近まで上がってまいりました。気づいた7番の山口がこれを横に張っていって1番の近藤隆二を止めにかかってまいりました。外に膨れて4コーナーを回ってくる。先頭は3番の阿部松弘、中をついて4番の黒田です。青番周回、3コーナーから4コーナー、このレースはスタート合戦、藤井、市橋、菊池、3選手ともに飛び出して、その中で1番車の藤井がスタートを取って、中段が2番の市橋でした。したがって後ろとなった関東勢がここで動いていく。前では藤井がどうする、突っ張ってまいりますか。さあこの菊池と藤井、積極型のこの2人、ここは藤井も内で突っ張ってまいりますか。いやここで1番車の藤井が送り出すか。ただ2番車の市橋も上がってまいりまして4番手を主張してまいります。ここで中部近畿勢が内にかぶってしまいました。関東勢が主導権、6番の牧がちょっと遅れている。さあ7番車の菊池が先頭、追走が石川、3番手には吉田、そして中段1番の藤井が市橋をさばいてまいりましたでしょうか。この後ろは5番の小坂井が続いている。関東勢主導権で最終の2コーナーに入ります。追走が3番の石川、3番手には4番の吉田隼人、4番手1番の藤井が踏んでいけるか。先に 6番手から1足動いていくんですが、前が遠い、かかっているか。7番車の菊池、番手石膏が石川、動いていたのは1番の藤井で4コーナーを回ってくる。先頭7番の菊池、番手から3番の石川、最後は追い込んだか。周回、3コーナーから4コーナーに向かうところ、5番手6番の木村が前と車間を空け始めました。東日本勢がこの辺り一気にかましてくるんでしょうか。前では中四国勢が待ち構えます。そして中段後ろを振り返って1番の山田としても好位は取りたいところでしょう。先に切った1番手の山田、これで京都勢が前で待ちます。6番の木村がその上を叩きに行くか。木村が島川にくさびを打つような感じから前に上がってまいりました。これで1番車の山田久典、注文通りの中段取りとなりましたでしょうか。ちょっと詰まったか。3番の島川は6番手で鐘を聞いています。6番の木村が後ろからかける流れ、中段には山田、そして3番の島川は6番手です。6番車の木村博士がこのメンバー構成でも風を切ります。そして2番手2番の佐藤勝信が何度も後ろを振り返っている。中段キープが1番車の山田で、さあ後方から3番の島川がまくっていきますでしょうか。最終の2コーナー先に動いたのは1番車の山田です。さあ近畿勢が先まくり、そして2番手からここで2番の佐藤勝信、佐藤が番手まくりを打ってまいりました。外通って3番の島川雅樹が、さあ間に合うかどうか。先頭は2番車の佐藤先頭で踏ん張ったか。外は3番の島川雅樹。
さあ後ろからまず動いたのが7番の岩本です。このレースはスタート合戦となりました。川端がスタートを取って3番の蛭田が前から、そして中段5番の林だったんですが、後ろから7番車の岩本俊介が動いていく。さあ7番車の岩本がまず前を抑えました。そして5番車の林が4番手まで上がってまいりまして、一度切った7番の岩本を叩いていって、5番の林ただすかさず3番の蛭田の巻き返しが早い。岡山勢がジャンマイ主導権を握りました。叩かれて5番の林が現在は3番手、7番の岩本俊介が5番手で鐘を聞いています。3番の蛭田が最終主導権となりました。3番手後ろ振り返っている5番の林、さあ福岡勢前と車間を切って3番手、残りは1周回、7番車の山本俊介は後手に回っている。3番手から飛び出していって5番の林、2番手気づいた4番の川端、さあ川端も番手から縦に踏んでまいりました。あとは切り替えて2番の坂本健太郎に1番の松田にも切り替えています。4番の川端、2番の坂本健太郎、内が7番の岩本、アウトが1番の松田にて4コーナーを回ってきました。先頭川端、川端先頭で踏ん張ったか、突っ込んだのは7番の岩本。まずは1番車の福永、 S 取り合戦を制して前を取りました。スタート取れなかった7番の朝倉ラインが後ろからまずゆっくりと抑えていきます。福永が確認いたしましたが、7番車の朝倉が横まで上がってくる。さあここで福永どうするか、福永車を下げる。6番車の2頭が上がっていって3番手付近、7番の朝倉が先頭に変わって6番の2頭は中段にこだわりますでしょうか。ただここは1番車の福永も車を下げません。さあ中段が並走となりました。鐘が入って3コーナー、人気を集めている近畿勢は中段の内目で被る展開。さあ1番の福永がここはさばくことができるかどうか。中段固執して6番車の2頭と福永、この両者中段ともに引きません。さあ最終周回の 1,2 コーナー中間地点、ここで3番手1番の福永がさばききりまして、そこから縦に踏んでまいりました。さあ3番の佐藤和也の横を通り抜けて1番の福永、そして4番の稲川翔、さらには5番の稲川まで続いていけるかどうか。4コーナーを回ってくる、地元勢完全に抜け出した1番の福永先頭で五輪。